R136C とは、カジキザの3回星団である、R136 に位置する構成である。この構成は、1980年に JV ファイトシンガーによって、R136R、R136 ビットと共に存在が解明され、名付けられた。R136C は、WN5H スペクトル型のオルフライエ製であり、表面温度は 56000K である。 この構成は太陽の230倍の質量を持ち500万倍以上の高度を持つ。この高度は区のサイクルという核融合反応が高密度の核で行われているためである。R136C はウォルフライエーの典型的な例で R136C は秒速 2400km 以上にも及ぶ強い構成風を放出しており、 年間15対応質量以上の質量を失っている。また、この構成は構成風の衝突が原因と思われる X 線を放出しているため、連成系である可能性が強く疑われているが、連成系であったとしても、番星の高度は連成系全体のうち少ししかないと考えられている。R136C は数百万歳であるのに、 活発な星であるかために当初持っていた質量の相当量をすでに失っている。区のサイクルにより水素の核融合が行われているため実質的には主系列性であるが熱対流により核融合で生成された物質が混合されて表面に出てきているため激しい構成風の元となり進化した構成でしか見られないようなスペクトルが現れる。R136C の最後は 重力崩壊より前に失う質量にもよるが、超新星へと変化する可能性もある。連星でなく、金属量が太陽に類似した恒星の最近のモデルでは、R136C のような質量が最大級の、恒星では IC 型超新星になると考えられているが、連星では異なる結果となる可能性がある。これらの超新星のいくつかは、ガンマ線バーストを起こし、 最終的には、ブラックホールとなると予想されている。ありがとうございます。